はい。じゃあ今日も行きますか。星屑4のロングヘアタクシー。はい。毎週こちらお試合からお送りしています星屑4のロングヘア男子、スマートフォン専用アプリワロップにて毎週日曜日8時半からヒップホップグループ星屑4のロングヘア男子という番組で30分お送りしてます。はい、はい、今週は、コンさん、コンさん、はい、僕鈴木です。はい、あと僕鈴木、ワンカップです、ワンカップです、という感じで毎週変わるんですよね、人がね、僕。そうだね、入れ替わるね。いなかった、いなかった、入れ替わる。はい、この5人いるからでは、ね、ならではの、そう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 、ね、一人じゃなくてよかった、珍しくね、この3人意外と。そうだね、意外と珍しい。今日はボルトはいないね。うん、そうね、この3人って言ったら結構趣味が合う。趣味合うかな、あったかな、うん、大体ホスクル4 の、 あのマニアックな部分マニアックプラズマートボルトはああ見えて意外と普通の人間だからああ見えてかどうか分からない、ああ見えて意外と普通の人間、無趣味の人間たち、そうなんだよね、無趣味なんだよ、不思議でしょうがない、そうそう、もう私たちにかかってますよ、この人いいでしょう、いっぱいあるでしょ、話は雑学本座に雑学なんてあったの雑学じゃあ、今週もですね、はい、今週もツイッターの方で、メッセージ募集してます。アットボルトアンダーバー H4 などで、募集してます。ざっくりなどで、はい、みんなやってますからね。そうですね。はい。そうです、ね。何でも大丈夫です。ホスクス4でもいいし。メッセージもらえればもう抱きつきに行きますので。うん。うん、じゃあ送りづらくなったね今ので。抱きつかれるのか。米送ろう。米送ろう。さあ結構主婦とかからメッセージ来るんじゃない。旦那が浮気してとか。全然知らない人からフォローした。だろうね。米目当て。米当てでメッセージ。米を送りします。いいでしょう。はい、宝には送りましょう。増えるかもメッセージ。宝にはね、みんなでスーパーで米買いに行かないと。2キロでいいでしょ。2キロ。じゃあそんな感じで今週も、30分、楽しんでいきましょう。はい。